西山正幸とは、日本の実業家、馬種、競争馬生産者である。西山工業グループ及び、西山牧場創業者。福岡県出身。西山修幸は息子。一個人としては大馬種の部類に入り、西野、白王、丸佐、千代野、天野、西雲、千と、ブランド等といった冠名を持つ、競争馬を多数所有していた。 1955年6月、自らの手により、会社を創立。1968年10月、西山工業株式会社に社名を変更した。西山の運営する西山工業は、多角経営であり、1960年代前半、当時でも不動産業、ゴルフ場経営、レストランやリゾートホテル、高級クラブ、素労等を経営していた。 1966年10月に自身の手により西山牧場を創業。牧場面積は約400ヘクタールと当時としては日本最大の面積を誇る牧場であった。創業直後から現在に至るまで日本の競馬界へ多数の競争馬種母馬、繁殖品馬を送り出した。西山は一時期には 繁殖品馬だけでも250頭前後に達する数を所有し、生産競争場も最盛期には年間約200頭にまで達していた。これは当時社大グループ、目白商事に次ぐ勢力であった。1990年代に入ると、西山は少数精鋭で行くことに方針を転換し、繁殖品馬を大幅に削減していった。自身は、 オーナーブリーダーでもあり、1973年に初めて中央競馬でリーディングブリーダーになった実績を持っている。これは1963年から続いていた、ヤシロ大ファームの11年連続リーディングブリーダーを阻止したことで注目を浴びた。地方競馬でも1982年から1986年まで5年連続リーディングブリーダーの実績を残している。 1994年9月には西山牧場と共に税務調査の申告漏れもあったが西山は修正に応じていた。その後東京橋協会相談役も歴任した。一方で1992年よりパーキンソン病を患っており西英文スカイでクラシック2巻を制した1998年にはすでに自力で歩行することが困難なほど衰弱していた。 2004年1月18日、パーキンソン病から来る心不全により死去。死去時の万年齢は82歳。競争場の冠名、死郎は前日の閉店した高級クラブの店名が由来である。なお、死郎の名は、西山工業が運営する千葉県船橋市に位置するホテル、船橋ホテル死郎に残っている。ありがとうございます。